ところ桜本組が非常に強さを見せているんですが、このペアの良さというのはどんなところにあるんでしょうか。そうですね、このカップルはシルエットが抜群にいいんですね、うん、首から肩にかけてのラインがどんな動きをした場合でも崩れないということですね。非常にカップルバランスがいいわけです。首から肩のラインというのは、どうしてもね、これ動きを言ってる間に力みが来たりですね、力んでしまったり硬くなるんですけども、非常にこの肩のところを楽にしてですね、美しいトップラインを保っています。ご覧のように134番桜本組が、ワルツ単語とも取っております。ノバートとバーバラグローバーですね、やはりスローフォックストロットが、まあ、あの種目の中では一番いいんじゃないかと思います。まあ、2位争いが面白いですね。そうですね、はい、中川組ですね、非常にソフトになっております。フレッシュなカップルですね、桜本組は。アマチュアからプロに転向してまだ3年目なんですけれども、まあ、彗星のごとくですね、プロで活躍しているという感じですね。